東器山末村かマート郡東気山地区、須山の焚木争いあるいは、須山の僧は、平安時代の859年に、現在の大阪府である、河内国と泉国の間で発生した、末期生産用の焚木採取のための山林をめぐる、訴訟事件。古代日本の三大雇用の一つであった末村用の、衰退を象徴する出来事とされる。大阪府堺市南部から、 泉市東部に広がる仙北ニュータウン地域は、かつて、仙北丘陵と呼ばれた、丘陵地であり、古代のチヌけんすえ村に否定されている。古墳時代中期前半の日本列島では、朝鮮半島から糖質土器すなわち、水液と、その焼成技術である穴蔵用が伝わったことで、本格的な用業が開始された。仙北丘陵は、穴蔵用に適した。 急量社名や豊富な森林、湧水、粘土などの条件が揃っており、末期導入と、ほぼ同時に釜が作られ始め、日本最古、最大級の末期生産地となる、末村洋が開かれた。モーズ、古市古墳群の南側に位置するなど、王権の中枢に近いこともその海洋の背景にあったと考えられている。五世紀以来の釜総数は千期以上に上ると、推定され、 末村用は、福岡県大野城市周辺の牛形用、愛知県西部のさなげ用と、並び、三大公用に数えられている。また、両政国政以降は、河内国と泉国の国境地帯となった。焼き物を釜で焼くには大量の燃料が必要であり、その確保のためには、豊かな山林が不可欠である。闘素省は、末期の闘魂たちを束ねる河内、泉両国が、 滝木を取る山の貴族内し滝木の採取権をめぐって争ったもので、その経過は日本三大実録にわずか二か所程度の記述ながら以下の通り見える。須山をめぐる二国間の係争について、3月4日に朝廷からキーマカゲ、桜井田辺貞田丸マロの二名が派遣され、審議の結果、4月21日に須山は泉国に属すると裁定されたことがわかる。 なお、両期日の間の4月15日には上岸に、改元している。古代最大の洋行地帯であった末村は、奈良時代後半以降は、鎌数が減少し始め、末村鎌跡群の考古学的調査により、事件の起きた旧世紀段階で創業していたのは、陶器山地区とその周辺15期程度であったことが、分かっている。旧世紀半ばの MT230 愛号用を、 最終段階として釜創業は終焉に向かった。滝木争いが発生した須山とは、この陶器山地区と考えられている。西田正樹による釜跡群の短鎌機材の分析では、人間が伐採などで手を加えた林に多いとされる赤松を使う割合が釜の年代が新しくなるにつれて増えるとされており、このため当時の末村は木々を取り尽くして、 かなりの焚き木不足をきたしていた可能性がある。すでに焼き物生産の中心地は、末期に変わる時期の生産に成功した、さなげようのある東海地方や東張間地方に移っており、最大の消費地であったとが、奈良の平城系から平安系へ移ったこともあり、末村用の廃絶は、回避不能に陥っていたとみられる。ありがとうございます。